こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、アフリカもそろそろ動き始めたっていう感じですね。ケニアとそれからタンザニア、入国制限を解除したというお話を皆様と共有したいと思います。それでは参ります。まず最初にケニア の新規感染者数ですね。こちらのグラフですね。ちょっとケニアはまだ感染が続いているという感じですね。これですね、最新データが8月の4日ですね。8月の4日での新規感染者数が544人っていうところですね。増えているように見えるグラフがちょっと心配ですね。続いてタンザニアの新規感染者のグラフを見てまいります。っていう感じですよね。本当っていう感じなんですけれども、タンザニアですね、ここのところずっと新規感染者ゼロですね。最新データ8月の4日やはりゼロということですね。タンザニアすごいですね。抑え込み大成功という感じですね。ですね、まずそのケニアとタンザニアのその場所なんですけれども、向こう側のがアフリカの大きな地図ですね。この上の星がケニアの場所ですね。それから下の方の星がタンザニアです。でこちらちょっと大きくしてみたところなんですけれども、こちらがケニアですね。両方とも東アフリカに東部アフリカに位置しておりまして、この赤いところが首都のナイロビ、そしてこちらタンザニアです。この赤いところが首都のダレスサラムですね。でですね、アフリカケニアとかタンザニアといえば大体サファリなんですけれども、このサファリをする場所というのがですね、この辺りとかこの辺りなんですね。でタンザニアはですね、ダルエスサラームからだとちょっと遠いんですね。それで実際にはですね、ケニアのナイロビで降りて、4時間とか6時間ぐらいでそのサファリに行かれるというふうなのが一番、マサイマラというのが一番有名ですよね。マサイマラってですね、国境前線にあるんですよ。でその国境をそのまま越えるとですね、人間は越えられませんけど動物は越えますよね。国境を越えると名前がセレンゲティに変わるんですね。ちょっと昔の本をご存知の方でしたら、アフリカポレポレに出てくるセレンゲティですね。それがケニア側に来ると名前がマサイマラに変わるということなんですね。あとそれからタンザニアで一番有名なのがキリマンジャロですね。このキリマンジャロもですね、ちょっとこう国境に近いこの辺りにあるんですね。ですからまた後でちょっとお写真を最後にご案内しますけれども、キリマンジャロが見えるサファリの場所というところもちょっとだけご紹介します。それでは参りますですね。やはりなんといってもサファリというとこの感じですよね。車でずっとこうサファリを、そういう国立公園とかですね、そういったところ動物保護区を行きながらですね、こういったいろんな動物ですね、もちろんこのライオンさんもそうですし、ゾウさんとかサイさんとかですね、キリンさんとかチーターとかですね、いろんなそういう動物を見るのが楽しみですね。でですね、ケニアはですね、7月30日より入国制限を解除したんですね。でですね、タンザニアはっていうとですね、実はタンザニアはですね、申し訳ないんですけども、5月の29日から解除してたんですね。ところがですね、ダレスサラームに入るという意味では非常にサファリが遠いので、もしくはですね、隣り合ってるケニアの方がやっぱりサファリとしては皆さんも有名ですし、メインなので、ケニアが出るまでちょっと待ってたというのが実情なんですね。申し訳ございませんでした。ということでですね、入国制限が解除されました。この2つの国のですね、入国制限の、解除されているんですけども、その入国条件っていうのがですね、やはり PCR 検査が必要なんですね。要するに事前の出発前の PCR 検査の陰性、もちろん陰性ですね、陰性証明が必要になります。でこれケニアとタンザニアで多少取り扱いが違います。ケニアはですね、出発、日本初ですね、日本初の96時間以内になってからの陰性証明ですね、 PCR 検査およびその陰性証明ですね。そしてですね、 37.5 度以下でないと飛行機乗らないでくださいねっていう、これはどこでもそうですよね。他にもですね、マスクをしてくださいとかですね、ソーシャルディスタンスとかいろいろありますけど、その辺は大体どこの国でも同じなので皆さんもよくご存知ですけれども、特に PCR 検査に関してはこういう状況ですね。それから続いてタンザニアです。タンザニアはですね、もうちょっと厳しいですね。出発の72時間以内になってからの PCR 検査の陰性証明、それがですね、タンザニアの場合はですね、ちょっと大変なのが、日本発だけではなくてお帰りのタンザニア発の時でもいるんですね。ですから
どこかこう行かれて、サファリを行かれてタンザニアぐるぐる回られたりしてですね、帰ってくる時にどこかでその陰性証明のそのなんていうか医療機関によってですね、それを取らないといけないんですね。ただそのタンザニアでの陰性証明が取れる場所という医療機関に関してはタンザニア政府の方でリストを公開しているので、まあ、そのリストをもとにですね、まあご自身のご旅行のルートの中で近いところで、まあ受けていくという、まあ、そんな感じになるわけですね。で、どちらの国もですね、14日間の自己隔離というのはございませんので、まあ、ご旅行そのものはですね、そのままスムーズに続けられるということです。それからフライトですね、じゃあどうやって行くのかということなんですけれども、まあ、コロナもの有無にかかわらずですね、アフリカ、東部アフリカのフライトというのは大体3つに限られているんですね。エチオピア航空、それからエミレーツ航空、カタール航空ですね。エチオピア航空というのはエチオピアの航空会社なんですけれども、これはですね、ケニアの上にある国なんですね。首都はアディスアベバですね。でここを乗り継いでナイロビに行ったりですね、このダレサラームに行ったりするわけなんですね。エミレーツ航空はですね、今ナイロビに飛んでおります。でカタール航空もナイロビとそれからダレサラームにも飛んでおります。でカタール航空はですね、キリマンジャロの近くの、タンザニアですね、タンザニアのキリマンジャロの近くのキリマンジャロ空港っていうそのまんまの名前なんですけども、そこにも飛んでいたんですけれど、今はちょっとお休みですね。まあ、フライトがどんどんこう元へ戻ってくれば、またキリマンジャロ空港への就航も戻ると思います。でエチオピア航空はまあそのキリマンジャロ空港にも現在ですよ、現在飛んでおりますし、もちろんナイロビもダレサラームもまあアフリカの航空会社ですからね、飛んでおります。でダレサラームをですね、サファリではあまり使わないんですけれども、例えばですね、まあタンザニアのこうサファリではない、もしくはものすごく時間があってタンザニアのこう西側の、まあ、西側にちょっと面白いところがあるんですけども、まあ、そういったところに行かれる方とかですね、あとはザンジバルですね。ザンジバルって島ですね、まあ、アフリカのハワイとかでいわれる、まあ、素敵なビーチリゾートなんですけれども、このでちょっと話外れます、それますけれども、このザンジバル島っていうのはですね、実はイギリスのロックバンドのクイーンですね、でお亡くなりになられたフレディ・マーキュリーさんの出身地でもあるんですね。まあ、そこでちょっと有名になったりもしているんですけれども、そのザンジバル島に行かれるときはダレサラームから乗り継いで行ったりしますので、まあ、こういうときはダレサラームに行かれる、またはですね、エチオピア航空でしたらアディスアベバからザンジバル島へそのまま乗り継げるフライトがありますので、まあ、こういったもののご利用いただければまあいいかなと思います。まあ、いずれにしましてもですね、東部アフリカはこの3つの航空会社をご利用いただくのがまあ便利かなということですね。もちろん現状でもナイロビーにはこの3つの全ての航空会社ですね、運航しております。最後はこれですね。皆さんもここで動画を止める方多いんですけども、ここで動画を止めたら最後の写真見られませんよすいません、外務省の渡航勧告ですね、レベル3、中止勧告です。でこれはまあ勧告で命令ではないので無視していっても、まあ、法的な罰則というのは特にないんですけれども、まあ、問題はご帰国の時の PCR 検査ですね。帰国時の PCR 検査というのはこれはもう空港で入国しますので、もうそこで絞られてしまいますので逃げられないんですね。で陰性であったとしても14日間の自己隔離、自宅隔離ですね。でお帰りになるまでは公共交通機関は使えませんので、まあ、ご自宅の方にお車で迎えに来ていただくとか、レンタカーとか、まあ、そんな感じですね。で陽性であればもうこれはもう入院または療養となりますので、これはもうしょうがないと思います。こちらですね、後ろにそびえているのがキリマンジャロ、そしてですねこの手前にあるこのサファリなんですけども、これはですねナイロビのケニアのですねアンボセリという国立公園なんですね。このアンボセリ国立公園がその後ろにですね、多分この辺に国境線があるんだと思うんですけれども、まあ、タンザニアのこのキリマンジャロがご覧いただけると。しかもですねマサイマラが一番有名なんですけど、マサイマラ6時間ぐらいかかるんですね、車でですね。でアンボセリは、ね、4時間ちょっとで来れるんですよ。ですからナイロビにも近くて、しかもサファリが見れてキリマンジャロも見られるというです。キリマンジャロも見られるという、なんと贅沢なサファリっていう感じなんですけど、まあ、このアンボセリですね、まあ、キリマンジャロ空港をご利用になる方はこのアンボセリはナイロビが近いです。キリマンジャロ空港をご利用になる方はサファリというよりはむしろキリマンジャロトレッキングですね、まあ、こういったものを含めたツアーのお客様は非常にキリマンジャロ空港が多いですね。もちろんサファリでご利用になる方も多いです。まあ、今回はですねケニアとタンザニア、東部アフリカの有名なサファリの2つの国ですね、その2つの国が入国制限を解除しましたというふうな情報が入ってまいりましたので、皆様と共有したいと思いまして動画をアップしました。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。